こんばんばは今日もご苦労様でした話題の出来事についてお話しします9日東京10ラウンドの奥多摩 S に出走したシゲルスだちがレース中に故障を発症し回復が見込めない脱臼のため安楽死処分が取られました生涯成績は34戦3勝でしたシゲルスだちは2012年の NHK マイル C に出走し直線で陣馬ともに転倒しましたそのような場合 大半のの馬馬は他の馬について走り去り去ますがシゲルスだちは落馬した後藤広捨てるプシのそばを離れずその姿が多くのファンの共感を呼び出走条件が全く合わない宝塚記念や有馬記念のファン投票で100位以内に入るほどの人気を集めました以上ネット競馬の記事から今日の話題についてお伝えしましたこれからも続けて話題の出来事を視聴したいと思われれば チャンネル登録なされると便利です。また明日午後7時にお会いいたします。お元気で。